はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、本日はですね、もう発売から2ヶ月以上経過、いたしましたけども、はい、そちらのキックスのご紹介を、させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、購入というか発売してからもう2ヶ月以上経過、しているキックスなんですが、まあ私買ったのはもう1ヶ月ちょい前ぐらいなんですけども、まあ、ぼちぼち、まあ紹介していこうかなと、思っております。私の趣味の時間ということで、はい、ということでですね、購入したのがブラックコムデギャルソンと、他の、コラボレーションになります。はい、そちらのボックスから、出していきたいと思います。はい、ということで、はい、こちらがそのボックスになります。まあこのブルーの他の、ボックスはまあ定番だとは思うんですけども、はい、どうでしょうか。私はお初だったんですけども、はい、こんな感じで私 US10 ハーフの 28.5 を購入いたしました。はい、ちょっとまあ箱から箱を置いてちょっとべしゃりたいなと思うんですけども、本当ですね、あの他を、今までちょっと敬遠してた理由がございまして、私今川崎なんですけども、まあ東京からすぐ川崎に入るとですね、かなりディスカウントショップっぽいところが、多く増えるんですよね。まあ郊外になるので、なのでそういうところでですね、他が結構お安く、売ってるのを数年前から目にしておりまして、あのセレクトショップさんではまあそれっぽい感じの、まあ、テック寄りの、スニーカーなどをチョイスしていたのは、目にして取っても、目にはしていたんですが、なんか抵抗があってですね、踏み切れなかったっていう感じでございます。そこを、ブラックコムデギャルソンが、私を、はい、他に導いてくれたということで、キックスを出していきます。はい、ということでこちらがそのキックスになります。ブラックコムデギャルソン、と、他のコラボレーションによります、ユーソートフルクリエーションという、キックス名に、なりますかね。はい、合ってるんでしょうか。はい、私本当他はもう新米の新米なんで、はい、ですね、まあ他オネオネから、他に変わるまでもずっと買ってはいなかったので、はい、ちょっと横にとりあえず置いてみますが、はい、おそらくこれ定番の形だとは思うんですよ。はい、どうですか皆さん、こちらの靴を持っている方々は、はっていうふうに思う方も多分いるかとは、思うんですけども、いきましょうか。まず、まあ多分この、原型は普通に出ているとは思うんですよ。まあ私本当このゴールドのリングがついて、いなかったら、まあおそらくというか絶対、購入しては、いなかっただろうかと、はい、思います。はい、そんな感じでぐるっと、まあ、このキックスはっていうか他の動画とかも私見たことがないので、どういう紹介をされているか分かりませんが、機能性とかその辺はちょっと、文面では読んだりは、過去にはしているので、なんとなくは分かると思います。はい、分かると思います。はい、要はまあ膝とかに、負担をかけないような感じの、要はニューバランス的な昔で言う、はい、まあその辺を軽減させるような作りにはなっているとは、どのとこ見ても一応書いてはいるので、まあ靴としてはずっと履いていても楽な、感じの靴なのかなとは思ってはおります。はい、でこちらですね、まあ本当このゴールドのリングがついてなかったら私購入してなかったんですけども、買ってまあぐるっと見渡したわけですよ、家帰ってから。でですね、これインソールにも、インソールですね、まあインソールはまあこの他のインソールが入ってるんですけども、あのどこにも、ブラックコムデギャルソン、まあ CDG コムデギャルソンの文字がどこにもないんですよ。おいおいおい、すげえなと。まあワンチャンこのボディにこのリングをつけたというのはなんとなくはわかるんですけども、まあそれでもちょっと面白い、付け方しているので、ちょっと私ぐらいのちょっと素人が、やるとファブリック痛めちゃうかなという感じではいるんですが、まじまじ探したとこですね、中にありました。中というか、はい、このタンベロの裏に、はい、こちら、はい、どうでしょう、ブラックコムデギャルソンの、プリントネームが叩きつけられてると、はい、いう感じになっているんですが、ですがですね、一応、表面の端には
ステッチが出てきてはいないので、まあほんとシンプルに、作り上げたのかなと、はい、いうふうに思っております。はい、いかがでしょうか。だから今まで多分他手出さなかった方で、まあほんと服好きで、まあ、ギャルソン好きな方はこうなると、あ、行ってみようかなとか思う方もいらっしゃると思うんですよね。私みたいな人も、はい、かなりマイノリティだと思うんですけども、はい、はい、いかがでしょうか。はい、こんな感じでちょっと、まあ一応、はい、まあ履いてはちょっとまだいないんですが、まあ本当履いてどれぐらいその足に負担をかけないかっていう、まああとはある程度長距離歩かないと、その辺がちょっと実感できないかと思うので、その辺ちょっと、まあ後日というか、この辺結構履く回数私増えると思いますので、まあ履いてちょっとその辺は後から、レビューしようかなとは思っております。はい、まあそんな感じでちょっと、軽くまた、動画の方を撮ってみましたので、はい、そちらへどうぞ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、こちらの、まあ、ソートフルクリエーション、まあ、こちらの意味が、まあ、思慮深いとかそういう感じの意味で、まあ、思慮深く、よく考えてから判断っていうのが直訳では出たんですけども、まあいろいろと考え抜いて、作られたんだろうかなという、なので、まあ、結構足に負担をかけないで、履けるキックスなのかなと思います。でもやはりこのヒップラインの感じは、うん、かなり、いいですよね。ちょっとここの、他のロゴがデカすぎちゃデカすぎなんですけども、はい、まあそれぐらいで、あとはもうこのゴールドのチェーンがあれば OK かなというところと、まああとはもうお遊びで、はい、まあこちらのね、あのドーバーストリートマーケット10周年の、はい、こちらちょっとね、この辺のネックレスになりますが、この辺をカスタムしても面白いかなとも思ったんですが、ワンチャン取れるかなと思って、はい、まあこの辺の感じでね、ちょっとぶら下げてみたり、ちょっと固定しなきゃいけないんでちょっと難しいですけども、まあその辺の、ギャルソンの、数年前も結構コムデギャルソンでも、その辺のキックスが出たことがあるので、試してみようかなとも、はい、思っている次第でございます。はい、ということでですね、長くなりましたけども、本日はこちら、ブラックコムデギャルソンと、他のコラボレーションによります、ソートフルクリエーションブラックの、ご紹介をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。